ホバリングもだいぶ慣れてきたので、今日の練習から、風を入れます。こう扇風機を今回します。でも、扇風機の位置をちょっと高くしてみました。飛ばしている場所で、それでもこんなもんか。1.3、1.3ですね。こう、室に当たって、1.92ぐらいか。はい、それでは、この風の中でちょっと無謀ですけども、練習を始めたいと思います。機体はミニです。離陸。大体1.2から1.5メートルぐらいの風ですが、ミニには相当きついですね。これ練習になりますね。わ、気抜いたら大きいですね。はい、きついです。はい、それではピルエットホバーリングいってみます。はい、開始。0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、なんとかですね。危な、難しいな。はい、次、反対方向行きます。はい、ピルエットホバーリング開始。0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25。まあ、危ないけど、まあ、いけます。2メートル以内ではいけるんかな。はい。とにかく、これからこの練習を続けていきたいと思います。